下から作戦。下から作戦。女も使える、男も使えるね、これ全員使えんねん。例えばね、こうブチャークの 女の子がいたらしょうやん。これがな、松本にな、好きなんですって言われたらな、好きなんです松本さんって言われたら、うん、困るやろ、うん、重いやろ、うん、え、どうしてんや、分からへんや、うん、人間って、うん、ちょ、待ってくれよお前って思うやん、うん、それなんでかって結果を求められるからやね、うん、でもこの女の子は、松本さん一個だけあのわがまま言っていいですか、お願い聞いてくれませんかって言われたら、何やろって、何やって、私松本さんのこと勝手に好きでいていいですかって言われた、人間ってね、ブチャークのやつでも勝手に好きでいていいですかみたいな言い方されると、おいえよって思えるやん、こう求められてへんから、付き合う必要ないから、はい、するとな、なんか次からな、こいつにちょっと優しくしてまうねん。な、わかるやろ、向こうは意識してまうねん、なんか男の子でも多分そうやん、そうですよね、うん、例えばそね、かなんか勝手に好きになっていい、うん、って言って、勝手だからって言うとね、何を向こうはだから私に何かちょうだいって言ってるわけじゃないですからね、ほらね、意識すんねん、うん、だんだんなんかね、なんかこいつは俺を好きやねんとかって思うねんな、人間って、まあ、こいつがねちょっと様子見ちゃったらどこ見てんのお前とか思うねんな、じゃあ意識しだすねん、だからノーリスクやねん、付き合ってください、好きなんですと言うと振られたりするし傷つくやんか、勝手に好きになっていいですかということはですね、全くのノーリスク、相手が勝手に好きなんだボケーやつおらんから、ほぼ、皆さん明日から使いなさいね、下から作戦、下から付き合ってくれって言ってるわけじゃし、振られるわけじゃ、勝手に好きなんで、好きになっていいですかって言ったら、はい、いいですよって、光栄ですとか言ってくれて、はい、ほんで、時々また好きだ好きだと言ってね、ほんでちょっと相手が重いなって感じた瞬間、ごめんごめんって言って、ごめんなさいごめんなさいって、ちょっとオフサイドでね、元へ戻るねって言ってね、ちょっとごめんごめん、君あまり夢中でラインズマンの旗が見えなかったとか言って、まあ、そういう攻め方をしながらね、うん、そうですね、ね、うんうん、だからそう、皆さんも絶対そうした方がいいですよ、ノーリスクですよ、ほんま、これこのが一番やもん、いいなと思った男の子、うん、いいなと思った女の子、大概彼氏彼女いますやんか、うん、な、恋愛なんか黙ってたらそうやで、うん、こんなもうセールスマンみたいなもんやね、うん、いかに喋るか、うん、もうそれも冷蔵庫売るセールスマンぐらい辛いで、ほんま大概家にあるからな、大概家にあるねん、もう一個って言うほどのもんね、大概家にあるし、ということは大概彼氏がおんねん、大概彼女がおんねん、そこに冷蔵庫を売りに行くセールスマンみたいな気持ちがある、これは難しいですね、下からとりあえず置いてみてくださいと、もう2週間長かったらもうペイオフしてもらって結構、コリングオフしてもらって結構ですと、うちのはちょっと違いますと、うん、な、いろんなこと言って皆さん頑張ってくださいよ、いや本当頑張ってくださいね、せっかく生まれてきたんですからね、やっぱたくさん恋をしないといかんのですよ、恋が人生の中で一番楽しいですから、はい、ね、うん、合言葉は下から